はいどうもショです、えー、と先ほどですね11時半からあのピアチケットピアの方で、えーとまあ、直前販売ビーズのホールロッターニューラブツアーの横浜アリーナの、えー、と直前販売がありましたで、えーとまあ、11時半ぴったりになった瞬間に、えー、とチケットを申し込みまして まト、あ、トントン拍子ねあの全然混むことなく入力入力入力って言ったんですけれども結果こちらも落選という結果になりましたいやー残念ですいやー厳しいっすねまああのー、なんかイド石っていうんですかなんかうまく見ることができないなんか空きが出たそのイド石とあとその S, S 席の若干だと思うんですけれども、まあ、直前販売といったところで,でスムーズにね、あのー、スマートフォン押しながらどんどん行ったからあこれ手に行ったかなと思ったらほんと1分もしないうちに全然、あのー、予定枚数終了エラーとなってでもう一回読み込んだら予定枚数終了となりましたって。 感覚的にはほんと30秒ぐらいじゃない申し込みボタンを押して次々行って多分20秒か30秒ぐらいだったのでまあもともと少ないチケット枚数だったと思うんですけれども今回もえっ、ー、とまあチケットを取ることができなかったねといったところになりますあきついっすねねえっ、ー、とまあそういったところでね 一応ね明日11日でしょ明日が一応その埼玉スーパーアリーナのマッチングシステムの方で、えー、と当選結果発表といったところになります12時だっけ、えー、と12時ぐらいかなに、えー、と当選結果発表となるのでえっ、ー、とまあこちらにかけて2日間参戦できるような形になれればなと、えー、思っております でねあのツイッターとか見ててもね今回のライブのコールレスポンスが難しすぎてついていけないっていうねあの書き込みもさっきね見てきて何そんなね観客がついていけないほどの高難易度のコールレスポンスなんて聞いたことないじゃないですかだからマジかよと思ったんですけどまあまあこれそういった情報が入るとねなおさらすごい楽しみですよねえっ、ー、と。 まあ今回本当に今年もあってよかったなと思ってホールロッターニューラブツアーに向けて本当にえっとね頑張っているようなものなので明日ねぜひ当楽結果発表を待ちたいと思います今日の横浜直前販売についてはえっと見事に激沈落選しましたのでねえっと 当たった方も多分いらっしゃると思うので、ね、そういった方おめでとうございます。おめでとうございますいやー、悔しいですね。では、えっ、ー、と、また、明日、明日もその動画の方を上げていけたらなと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。